コミュ力を上げる方法、コミュ力を上げる方法のめっちゃ簡単なのは質問を増やすことよ。あの会話って基本質問やけん、どこら辺に住んでるんですかとか、普段音楽聴いたりしますかとか、どんなもんなんですかって質問やん。これあのね、会話何すればいいかわからん人はとりあえずね、相手に広がりそうな質問をするよ。質問、自分が聞きたいこととか、自分が最近ハマったの、ブレイキングなんか見たりしますとか、 YouTube 見たりします、音楽って何聞きますかとか、自分の好きな話でもいいし、相手が好きそうな話でもいいし、コミュ力コミュ力コミュ力って言うけど、トーク力トーク力ないないないって言うけど、漠然としてるやん。トーク力とかコミュ力ってどうやってあげればいいねんってなるやん。ちょ待って、すごいフェニックス来た。みゆちゃんありがとう。みゆちゃん、フェニックスってこれだってとんでもないぐらいのあれやろ。ありがとうみゆちゃん、愛してます。コミュ力上げるって本当にね、もっと分かりやすくシンプルに言うとね、あの質問やけ、うん、なんか質問 しね、そう考えたらめっちゃ簡単やけ。俺おるやん目の前に、うわありちゃんやんみたいな、何喋ればいいんやろ、こういう時コミュ力あればなってなるやん、はい、じゃなくて、アリーシャンってネイル何年目なんとか、わかる、普段はやってんの、社長めっちゃ質問するよね、初対面。質問すればいいねん、わかった、社長4位になった日課ランキング4位、おめでとうございます。嬉しい、嬉しい。